皆さん、こんにちは。国レムです。今日はね、この日産のモコ、シートを洗っていきます。毎年この時期に1年に1回私シートを洗うんですけども、車の中でね、飲み食いしますんで、飲み物こぼしたりとかね、食べ物汁が飛んだりとか、ちょくちょく1年の中でやってるんですね。まあ、その都度こう上から簡単には拭くんですけど、まあ、1年に1回毎年この時期にも外して、洗濯機で洗います。で、この車のシートを外すんですけど、外すときにね、これがいるんですね。これ、逆トルクスと言ったらいいんかな。E 型トルクスとも言うのかな。ちょっと、はっきり名前わからないですけど、普通のトルクスの逆バージョンですね。このソケット側が穴になってまして、ボルトの頭が星型になってます。この10番かな。10番ぐらい、この辺のやつを使います。で、それと合わせてですね、今日は私、座高がめちゃくちゃ高くてですね、この車に乗るとよく信号機が見えないというのがあるんです。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、遠くの信号機は普通に見えるんですけど、まあ、赤信号とかで止まりますと、信号機がね、小さな交差点とかやったら、結構真上に来ることがありまして、もうその時に座高が高いと、このルーフで信号機が見えないというのがあるんです。で、シートをちょっと下げてるんですね。どうやって下げてるかというと、座面のアンコを削ってます。で、これでね、3センチぐらい、多分座面今低くなってると思います。もうやった時はすごい気に入っててね、ちょうどいいわと思ってたんですけど、最近物足りなくなってきまして、で削り方もちょっと雑やったんで、まあ、それも含めて今日ね、ちょっと綺麗に削るというか、もう少し削るというかね、していきたいかなと思います。それではシート外すところからやっていきたいと思います。はい、これ助手席側ですけども、ちょっと車汚くて申し訳ないですけど、椅子のこの足4箇所がボルトで止まってます。今言うてたのがこれですけどね。これですね。で、言うてたソケットがこれです。これがね、E の10番。こういう。これで4箇所ボルトを外して、このシートトラックごとね、シートレールっていうのかな、それごと外していきます。で、シートベルトの警告灯の線がこのシートの裏についてたりしますんで、それはコネクタで外して、シートを取ります。はい、シートが前外れました。もう死ぬほど汚いんで、この掃除機をかけていきます。はい、そしたら掃除機かけまして、まあ、普段掃除機が届かないようなとこですね。このシートの下の、まあ、こういうとこだけですけど、あと、この足元とかもいつでもできますんで、で、これがリチウムバッテリーですね。アイドリングストップ車だけかな、これついてるのは。まあ、まあ、そういうもんです。で、これがシートベルトの警告灯の線です。これがシートの下からね、刺さってますんで、これを抜くとシートベルトの警告灯、またピーピーピーっていうのが鳴らなくなりますね。車検通りませんので、シートにこれをつけとかないとダメですね。
はい、外れたシートです。でね、1年間シート洗わないとこうなるといういい例ですけど、汚れるところ私の場合は決まってまして、まずここの肩ですね。右の肩。で次ここ。まあ、ベンチシートみたいになってますんで、この隙間本当はないんですけど、車についてるときはこうですね。ここがなぜか汚れるんですけど、物こぼしたり、手垢とかですね。もう黒くなってるの見えるかな。こうです。で、助手席普段誰も乗りませんので、たまに乗りますけど、そんなに汚れてはないんですけどね。まあ、洗いたいのはここですね。はい。ということで、これどうやんのやったかな。背もたれを外して、じゃ下が外れるようなのかな。で、この一枚これめくって洗濯機で洗うという流れになります。はい、それではシート剥がれましたので、これを洗濯機で洗うんですけども、このシートのこの表皮って言ったらいいんですかね、カバーって言ったらいいんですかね、これは中のこのスポンジにですね、糊のようなものでこう、本当はくっついてるんですね。で、これをもう私ベリベリと剥がしまして、裏ほらこう、糊の跡がありますけど、これで使っております。ですから何回もやってますんで、もう今回は外すときはね、ただ取るだけでいいと。初めてやるときはバリバリバリとこうなりますね。だからこれ洗濯機にぶち込んでいきます。で、使う洗剤は私はこれです。作業着専用洗剤。これがね、あんまり匂いがなくていいんですよね。普通の洗濯石鹸は、洗濯洗剤は匂いがね、ものすごいあるから、車の中には良くないかなと。これ強力ですしね。で、このシートのカバーにプラスチックの部品がついてますんで、このままガラ、まあ、洗濯機回すとガラ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 言うと思いますね。だ気になる人はネットかなんか入れて、私はもうこのまま。これでしばしお待ちを。で、言うておりました。スポンジですけども、これです。他にもボロボロになってるけど。
助手席は普通ですけども、運転席側が、これね、色の薄いところ、これはね、私こう、ナイフで削ってるんです。こういうふうに、えぐるような感じで。で、座面を低くするためにやってます。まあ、なぜ座面を低くするかというと、私座高が高いんで信号機が見にくいと。で、こう、結構ね、雑にあったんで、こうガタガタしてるのがあるんです。で、それと、もう一つここですね、ここボロボロになってます。こう向き的にこっちが前でこっち後ろなんですけど、乗り降りするときにここに手をついたり、また乗るときになんかここに一回お尻を置いてから乗ったりとか、で、ここがね、なんか私のシートいつもね、消耗するのが早いんですよね。ですが、ここちょっとスポンジ、また足しまして、で、こっちはガタガタ取って、ということをしようと思います。今洗濯機回ってるんで手待ちなんで、その間にちょちょっとやりたいと思います。
そしたらこのシートのね、ホーム、これのちょっと手直しをしました。言ってた通り、この白くなってるとこね、私、座面を下げるようにこう削ってるんですね。で、まあ、毎年ちょっとずつ実は削ってるんですけども、まあ、この1年で思ったのは、この、右の後ろ、ここをもうちょっと削りたいなと思いながら1年運転しておりまして、今日ここ削りました。で、あともう一つが、この足の、太ももが、収まるところですね。ここも削りたいなと思ってまして、で、今回これ削りました。で、あと補修で、ここね、間違ってズバって切ってしまったんですね。昔こう削るときに。で、ここ接着剤で今止めてます。で、あとこっちね、乗り降りする側、ドア側、ボロボロになってたんで、まあ、なんか、その辺のスポンジを貼り付けてます。で、これでね、ちょっと乾かして。洗濯機がまだ回ってますけどね。洗濯機、洗濯終わりましたら乾かして、もう半乾きの状態でもここ、取り付けていきます。はい、シートのカバー洗濯が終わりまして、今乾かしてましたけども、まあ、完全に乾いてません。半乾きです。これで、取り付けていきます。
はい、シート組み終わりました。で、気になる汚れですけども、助手席の方は綺麗になったと思います。この辺も汚れてたんですけどね。で、運転席側完全に汚れて取れてないですね。ここちょっとまだ黒いですね。二度洗いでもう一回洗ったらよかったかなと今では思いますけども。でね、この補修したところです。ここですね。あのね、もうここがね、わかりますか？ちょっとほころんできてるんです。だから乗り降りするときにここ何回も擦れてるんだなぁと。まだ持ちますけど、破れてきたらちょっとね、何か継ぎはぎせなあかんかなと思いますね。では車に取り付けていきます。ということで、シートの洗濯と、まあ、座面だけですけどね、あとシート座面のホームの補修ということで、やりました。綺麗になったと思います。で、接着剤の、乾燥と、あとあれですね、この洗濯してまだちょっと湿ってますんで窓を開けときます。で、これでね、放置で、まあ、気分よく新年また乗れるかなと思います。それではこういう動画これからも上げていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。あれ、なんで